身長美容医師学科生整形外科専門医身長先生こと田辺です。今日もですよ、全身全霊でね、身長に関することを発信していきたいと思います。身長伸ばしたい人はチャンネル登録よろしくお願いします。さてということでですね、本日ゲストです。パシ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 ということでですね、美女到来ということでぜひね、まずはね、自己紹介の方ねしていただきたいんですけど、よろしいでしょうか。はい、本日ゲストとしてお招きいただきました鶴田由紀と申します。おお、はじめまして。はじめましてご職業は今はあの外科医をしております。外科医ですね。まあその中で専門は、専門は美容外科ですね。はい、日本で一番頭のいい大学、皆さんご存知ですか。東京大学ですね先生、ちなみにご出身の大学はどちらですか。東京大学。ありがとうございますありがとうございます。東大理三出身のね、美人女医ってことでね、もう情報が盛りだくさんっていうね本当に今日でコラボしていただいてありがとうございます。こちらこそありがとうございます。普段はどんな YouTube されてらっしゃるんですか。普段は私がいつもやってる美容整形に関する内容と、うん、あとはまあ自分がどんな風に受験を乗り越えてきたかっていうその勉強法とかを中心に発信しています。そうですよね。私はね、見させていただいたんですけど、先生の、ね、もう華麗な経歴がね本当によくわかりますし、当たり前ですけど東大理三って入れますよ。東大理三って1学年何人なんですか。100人ぐらい。100人ですもんね、はい、本当に日本の選ばれた100人がね毎年こう入っていくっていうところで、先生現役なんですか。現役です。すごいですねありがとうございます、受験の内容ねまた別のチャンネルでお話しするとして、身長についてお話しさせていただきたいと思います。ゆき先生にちょっと質問したいんですけども、はい、身長ってぶっちゃけ高い方がいいですか、どうですか。あ、まあ、高いに越したことはないんじゃないかと個人的に思いますけどね。先生何センチなんですか。自分164で、多分女性の中では結構高いのかなという。結構高いですね。日本人の平均身長158センチですので、そうですね男性すると176センチぐらいなのかな、うん、かなり高い方だと思いますね、はい、うん、例えばですけども、身長があとじゃあ5センチ伸ばせるとしたら伸ばしますか。あ、伸ばします。あ、その時169ですからね、かなり高い印象になってくるかなと思うんですけど、はい、なんかスタイルもよく見えるし、お洋服も着こなせるかなって、うん、顔もちっちゃく見えたりとか、はい、まあね、そういったね、まあ、あの身長をね、私は伸ばすってことに一生懸命やってるわけなんですけども、はい、なんか先生はどうですか、身長治療のイメージとかってあります。いや、正直あんまりよく知らなくって、うん、なんか整形外科の勉強の中でもその身長を伸ばす方向での医療を学んでこなかったので、うん、結構わからないことだらけかな。そうですよね。多分ね、視聴者の皆さんも同じお気持ちだと思いますので、ぜひね、ゆき先生が私質問していただいて、こういった機会を通して皆さんも、ね、身長治療について理解していただくっていうとね、場面になればいいかなというふうに考えております。どうですか、なんか身長治療でなんかご質問とかありませんか。もちろん遺伝とかもあると思うんですけど、うん、どういった要素でその身長が確定していくのか。あ、いい質問ですよ。本当に素晴らしい質問。さすが天才ってことです。本当にね、やっぱり最終身長を規定する要因って本当たくさんあると思うんですよ。で、その中で、まあ、もちろん遺伝的な要因というのがやっぱりあると思います。遺伝的な要因がどれぐらいのウェイトを占めるかっていう質問を受ければ、例えばですけど、母数が多ければ遺伝のウェイトってほぼ 100% になってくるんですよね。まあ、先生だったらすぐ理解していただけると思うんですけど、1億2000万人という構造から1億2000万人という構造がまた生まれてくるわけなんですけど、基本的にはね、生まれる比率が1対1だったらね、その間にですね、身長差は生まれないわけですから、そういった意味でほぼほぼもう遺伝っていう表現になります。一方で1960年から2000年にかけて、戦後の時代ですよね、その時代は平均身長が大体男の人が160から171、まあ、約10センチ程度改善したんですよ、うん、この時期がなんで改善したかというと、明らかに栄養の改善だというふうに私は思ってる。ただそれが全て正しいかどうかわからないけども、だけど少なくともそういった要素、栄養が補充されてないような状況で、補充した状況でもそれだけのね変動率を生むことができるっていうところになりますね。あとはそれに対してですね、まあ、個人差があるわけなんですけども、例えばですけど、兄弟でもですね、身長高いお兄ちゃんと身長低い弟とかね、よくあるペアだと思うんだけど、それが起きるほとんどの理由は思春期症状が早いか遅いかですね。そうなんですね、うん、ちなみに思春期症状が早い子と遅い子、どっちの方が身長高くなると思います？遅い方が、うん、あ、違うかな。天才でもない皆さん天才でも悩むぐらいですから、分からなくて全然問題ないですからね。じゃあちょっと答え言っちゃいましょうかね。半熟の方が身長高くなります。あ、そうなんですね。早熟だと身長低くなります。まあ、男性であれば、まあ、陰毛が生えたりする年齢が、まあ、11歳未満ぐらいになってくると、もうほとんど最終身長160センチ未満に執着していくような傾向があったりもしますね。なので思春期症状っていうものと最終身長がかなり大きく関係してますね。まあ、そういったところかな、うん、と思うんですけど、なんかご理解いただけましたか。すごい勉強になりましたあとは例えばその今先生が実際にあの臨床の現場でどういう治療されてるかとか気になります。私がやってる治療ってのは、
もうスーパー特殊治療ですね、正直言うとね。何が特殊かっていうと、私は病気じゃないんだけども身長伸ばしたい子を身長伸ばすっていうことをやってます。先生は美容整形の分野でいらっしゃると思うんで、すごく類似したところがあると思います。例えば二重にしなくてもいいんだけど、二重の方が人生がもっと楽しくなるかなってことで皆さん二重にされたりだとか、鼻のコンプレックスがすごくあるから鼻をちょっと高くしようとか、そういったような意味合いだと思うんですけど、まあそれに結構近いと思いますね。特発性低身長イデオパシックショートスタチューっていう分野なんですけども、まあ、その分野でどういう風にして伸ばせるかっていうところを私一生懸命考えてます。当たり前なんですけども、ダイエットでも何でもそうで、いきなりね脂肪吸引しましょうなんて先生いるわけじゃなくて、やっぱり生活指導から入るっていうわけで、私も YouTube を通してとほとんどね生活習慣改善だったり、まあ、食生活だったり、運動するといいよとかね、ビーフジャーキー食べろとか、まあ、いろんなこと言ってるわけなんですけど、まずはそういったようなところから入ってると思います。であとやっぱり先ほどお伝えいただいたような最終身長をしっかり予測していくっていうところも私は啓蒙してます。受験でいうと模試を受けないで受験受かるってほぼ不可能なので、やっぱそういったところをちゃんとやってるってところと、あとやっぱり薬物介入になってきます。薬物介入はね、おおむね、まあ、成長ホルモンとか思春期を少しコントロールするようなお薬だったりだとか、そういったのをね投与したりもします。ただ全ての人にね治療を受けてくださいっていう内容ではなくて、少し吟味しながらしっかりと相談しながらねやっていくべき治療ですので、あんまり YouTube ではね細かいことは言わないようにしてるんですけども、まあ、実際に、ね、カウンセリング来ていただいて細かくお話しした上でやっていただくようなタイプの治療かなと思います。まあ、美容整形もね同じですよね、はい、全員にやれって言えないですから、さすがにね、はい、あくまでも個人個人でしっかりと相談してやりましょうってことですね。はい、例えば何センチぐらい身長伸ばせるものなんですか？いい質問だと思いますね。基本的にはですね、ご自身が持ってるものが大きいんですけども、それに加えて、まあ、大体5センチぐらいだったら、まあ、変動可能かなってことですね、うん。まあ、いわゆるチャンピオン症例みたいな表現でいくと、まあ、10センチとか、そういったのを、まあ、見られなくもないかなという表現になってくると思います。なので先ほどね、5センチ高かったらどうですかって言った質問は、実はですねそういったところからちょっと質問させていただきました。そうなんですね、はい、面白いよかったです、はい、ということでですね、まあ、今回ですね、まあ、ゆき先生をね、東大理さん女医をね迎えてですね、身長治療についてねお話しさせていただきましたけどね、すごい勉強になったし興味深いなと感じまして、はい、ありがとうございます。またぜひ機会があればよろしくお願いします、はい、お願いします。